世界で最も売れたアーティストとして知られるビートルズ。1962年にイギリスでレコードデビューしたビートルズは、当時の音楽、ファッション、若者文化に大きな影響を与え、社会現象を巻き起こしました。その魅力は今も衰えることはありません。解散して50年近く経つにもかかわらず、なぜ今も世界中で愛され続けるのでしょうか。元ザ・ブルーハーツのベーシスト川口淳之介さんにインタビューを行い、ビートルズの魅力について語っていただきました。ビートルズを初めて聞かれたってのはいつ頃の？あのね、小学校4年生ぐらいから引っ越したんですよ。たらそこにの前にプールがあって、大学生が関心とかが多かったから、そこからビートルズの音楽、当時の大学生が好きな音楽をかけてるわけですよ。で、なんだこのかっこいいボンバーみたいな、はあ、いつもそれをこう口ずさんでたりするんですよ、大学生で。で、かっこいいなみたいな、はあ、I wanna hold your hand とか言いながら関心をやってる粋なプールだったんだよね。ああ、ビートルズだって分かった時に、まずね、これね、今の人は分かんないかもしれないけどね、ラジオっていうのがすんごい大事なの。ラジオってただで音楽が聴けるんだ。ほんでね、下北沢の質屋でね、おばあちゃんがラジオ買ってくる、トランジスターラジオ、はい、で、いつももう夜寝る前とかラジオで聴いてましたね。そうするとね、やっぱビートルズがかかる率高いしね。だから曲名を聞き逃しちゃって、あ、このかっこいい曲なんだ、はあ、そんでそれだと思うのを買いに行くわけですよ、シンクロまで、はい、したら全然違うあ、これじゃなかったみたいなうーん、なんか知んないけどね、もうそっから離れなくなって、要するにね、恋しちゃうんですよ、ビートルズって。もうビートルズになっちゃう、すべてが。ヘルプ聞いて B 面がアイムダウンか、これは音楽、あの、全員に聞かさないとやばい。で、音楽の授業で移動したんですよ、教室を、はい、で、そこ行ってね、休み時間の早いうちに行って、で、そこでかけたりして、うんうん、僕が全員にこれは聞かせなきゃいけない、うん、そうですね、子供、こんなかっこいいの、うん、俺だけが知ってちゃいけない。だけど意外と反応ないんだよ。だけど何人かはそれでこう、実はさ、うちの兄貴がさ、ビートルズ好きで、エレキギターもうちにあるからさ、ビートルズのシングルとかこんなにあるぜとか言って、ええ、じゃあそいつっちに行こうって、友達も増える、ええ、ほんでやっぱビートルズの話題ばっかしたくなるでしょ、うん、ビートルズなんか、で、その時はね、もうビートルズ嫌いなやつはね、話したくもないぐらいの感じになっちゃうね。みんなでほうき持ってビートルズのあれだね、掃除道具を使って、うん、で、紙でね、エレキギターとか作っちゃったりして、なんか見よう見まね。ただその先生がなんか音楽の発表が好きな音楽をやりなさいって、はい、多分俺がビートルズ好きだったので、ね、察知してね、で、紙でエレキギター買えないか、紙でエレキギター作る、なんかやった、オブラディオブラドとかやったら、歌ったんですか。まあ、適当によく歌えたね。影響されてるのは、うちのマンション、よし、じゃあビートルズもさ、レッド・イット・ビート屋上で演奏してたじゃん、じゃあ屋上にみんなアンプ持ってってって屋上でやつ、おー、ビートルズ気分万歳すんげえ離れてる同じ中学のやつから、昨日お前らさ、あそこの屋上で演奏聞こえてたぜとそんで下通る高井戸駅からこう、うち近かったんだけど、どこ通る人たちもみんな何やってたって、見事にうるさいって怒られて1回だけでした住民からの苦情とか考えないと
ビートルズがなかったらどうなっていたかってすごいかもしれないですね。逆に考えると、はい、どうなってましたでしょうかね。え、どうなってたんですかね。いや、今みんな七三とかなっちゃうんですか。今の音楽シーンが違うんだよ。これね、髪型って笑い話じゃないんだよ実はね、ええ、髪型とかが重要なの。ビートルが一番俺はそこだと思うのね。その音楽とそのこうさ、あの質とかさ、そういうもんじゃないんだよね多分。その文化なんだよね、うん、全部が、はい、トータルで。でそこにレコードっていうもの、まあ、エジソンが発明したかもしれないですけど、もう出てきて、ラジオとかそういうものは全部重なってくる。でその当時のロンドン60年代のからさ、全部そうやってあのツイギーとかミニスカートとかさ、ファッションも出てくる。それでミダルサスンとか、そういう何ボブカットとかさ、全部もかっこいい、かっこいいのこれが。だから若者文化のもう震源地っていうか、だから後が全部かっこ悪く見えちゃうんだよね。もうで髪型は何がでかいか、うんうん、明治維新だって髪型変わったんだよ。そう、お前ジョン負けとか今までやってんの、うん、だからやっぱそういうぐらいの髪型が重要なんだ。布袋くんか、面白い話があったよ。あ、ボーイの布袋くんで、ね、僕聞いた話だけどさ、なんか先生に髪の毛が長いで注意されたんだって、そしたらね、じゃあイエス様挑発じゃないか。自分も小学生なのに、なんか今までこう短めの刈り上げみたいなのが、いや、なんかビートルズっぽくした方がかっこいいんじゃないかな。もうビートルズっぽいことがかっこいいっていうか、ずっと追いかけるもの。だってほら解散してたでしょ、うん、そうです。要するに、ええ、ビートルズ聞いた頃は、はい、解散してるのに新しい、ね、そうってずっと追いかけてる、そっからこれですよとか。いまだにそうだよ、ロックで、ね、ビートルズの初期バーンと出て、でそっからあとロックまですごい枝分かれしてくるんですよ。だからその、まあ、音楽的なこと言うのはあれかもしれないけど、そうすると白人の音楽っていうのはクラシックの流れがあったわけです、うん、だそういう人たちもロックのかっこよさに気づくんですよ、うん、なんだこの黒人音楽のかっこよさは。でそれがこう融合してて、いろいろこういろんなバンドが出てきたでしょ、うん、そうですね、うん、それをまたロックンロールに戻したのがあそこだと思う。あそこってのは あのパンクブームで、うん、ブルーハーツの誕生っていうのはそのやっぱり、ビートルズとかも抜きにはやっぱりなしには考えない、うん、まあね、ヒロとはそうでもないかもしれないけどね、うん、僕もマーシーもカジ君もやっぱビートルズ、カジ君が一番好きなドラマリンゴスター、おー、マーシーなんかも二人っきりになって話すと、やっぱりビートルズだよなって。そうですか。あんまりこういうの人の相手のイメージ壊っちゃう、これ。まあ世間ではそらパンクとかなとか言われてるけどさ、やっぱりもちろんリオともそうだし、一通りでもね、バンも元やっぱこれパンクもやっぱりロンドンから、うん、まあだからそうだよね、その後の要するにじゃあ世界的なロックな動きっていうと、やっぱあの76、7年ぐらいの、うん、あのセックスピストルズとかあの辺だと思うな、はい、あれもやっぱり全部文化が絡んでて、はい、破れな服とかさ、ファッション。後から振り返らなきゃ分かんないんですよ。当時はいろんなものがあって、はい、みんなかっこよかったから、うん、だけどあと今見るとやっぱそれってビートルズを中心とした動きに見えるな。いや、アメリカでもほらブライアン・ウィルソンとかも、はい、ビーチボーイズね、もうやったらビートルズを意識して、いやビートルズは次何やるんだ、わーサージェント・ペパーズやられた、もうそう常に意識してやってたと思うよ。ストーンズとかフーとかもビートルズの影響力ってそういうとこがすごくて、結局ビートルズ聞いてない人もグループサウンズを通して間接的には絶対影響されてるんだよね。直接ビートルズ聞いてなくてもタイガースは大好きとか、その奥にはビートルズがある。僕
ブ・ディランとかビートルズとかああいう人たちってすごいんだよね、言葉の力がね。あえてそのメッセージ性を作ろうって意識なかったで、なんか問題があったら素直に変なんじゃねえの、でそれ皮肉っぽい風に聞こえるかもしれないけどね、やっぱロックってよくねえと思ったらな、もう左も右も関係ないブルーハーツの歌の通りですよ。そうそうそう、ね、もうこっちよ、こいつは変なんだよみたいな。そうです、ね、左とか右とかなんかそれにとらわれてること自体が、そうなんですよ、うん、音楽の力っていうのがこう与える影響力、うんうんうん、まあそれはもうその文化だけじゃなくて政治にも、うん、それはね、核ミサイル以上にね破壊力あるかもしれないんだよね、うん、キング牧師の I have a dream が1963年、ちょうど似た時期じゃないですか。そういう音楽を多分あれ海賊放送でみんな聞いてたんだよ、ストーンズとかビートルズのメンバー、要するに、うん、黒人音楽ね、でかっこいいって、それをこうやる、でそれを世界音楽っていうか、うん、今や普通のロックとして広めた、うん、はあ、だってそうじゃなかったらどうなってたか分かんないですもんね。で白人が歌ったってことがやっぱ黒人ものの音楽、もう黒人ものの音楽だけじゃないんだけど、いろんなカントリーとか流れももちろんあるんですけど、ですね、でもそれまではもうチャックベリーだし、まあ、あのビビキングにしてもやっぱり黒人のやるものを、うん、白人も一緒にやることによってやっぱ変わってちゃうんですもんね。これって人種差別とかそういうものを変えていく世界とやっぱりリンクしてるわけですもんね。で今だから中国にのそういう音楽やってる人なんか芸術とかやってる人はそういう役割あるかもしれないね。あのねラモーンズもね、うん、3枚目のアルバムかな、あれ76、7年くらいだと思うけど、ロケットゥロシアですからね、タイトルまだほらそれが、うん、ね、現在の頃に、ね、これだからあれは何を意図してるのか分かんないですよ、うん、だけどそういうロックが入れば変わるんだ、うん、中国にもうロックンロールミサイルロケットをもう打ち込んでほしいっすね、うん、なるほど。いやぜひ川口さんが、うん、あのやってください、中国に。ロックロールあのロケット、まあジジイだけどやれることはやろうかとか思ってるけど。音楽を入り口として世界中の若者文化に革命を起こしたビートルズ、その魂は今もなお多くの人々の心に生き続けています。